富士フイルムの広告飛行船軟式飛行船は内部指示構造や流骨を持たない飛行船のことである。機能の形態を維持するための高級的な指示、構造ばかりか部分的な流骨さえも持たない点で反公式飛行船や公式飛行船と区別される。軟式飛行船の形態維持は不要ガスの圧力が外部より高いこととそれを支える外皮自体の強度に頼っている。 軟式飛行船はまた、軽流気球とも異なるものである。形態的には極めて似ているが、軟式飛行船が自由飛行可能な航空機であるのに対し、軽流気球には推進力がなく、地面につながれている。スカイシップ600の可動式、ダクテッドファン。これにより限定的な方向転換に必要な推力を得るとともに、空気棒内の必要な高圧を維持している。 軟式飛行船は内部の高いガス圧で形態を保つものであるため固体部品は客室と尾翼のみに限定される。不要するための媒体として空気より軽いガスなどの代わりに熱した空気を使うタイプは熱飛行船と呼ばれる。温度変化により生じる不要ガスの体積の変化に対しては空気棒によって釣り合いを保ちまた高圧力を維持することになる。 軟式飛行船は十分な高圧なしでは操縦性を維持できず、また最高速度も低下する。外飛を膨らませるためには、プロペラ交流を利用することも可能である。スカイシップ600のような若干のモデルにおいては、複数の空気棒の膨らませ方を変えることによって、相当程度のピッチトリムを調整することが可能である。プロペラを駆動するエンジンは通常ゴンドラに直接付けられており、 部分的に方向を変えられるタイプもある。飛行船で最も一般的なのは軟式飛行船である。それは建造が比較的良いであり、また一旦絞ませれば輸送も簡単だからである。しかしその外形の不安定さゆえに大きさには制限がある。軟式飛行船が長くなりすぎるとガス圧が十分でない場合や早すぎる運動をした場合には、 船体中央部が屈曲してしまう。反公式飛行船や公式飛行船が開発されたのはこの理由によるものである。歴史上のものと対照的に現代の軟式飛行船は空気よりも幾分重い状態で離陸する。不足する浮力は選手を上げエンジンを駆動することで動的に売る。タイプによってはさらに方向を変えられるプロペラまたはダクテッドファンを使用する。 空気より重い状態で操縦することにより、上昇の際にバラストを捨てる必要を免れ、また着陸に際して高価な不要ガスを排出することも避けられる。ジファールの蒸気機関飛行船飛行中のアメリカ海軍の京急軟式飛行船最初の軟式飛行船は1852年9月24日にフランスのアンリジファールが飛行させたもので、推進力は蒸気機関であった。 機関の重さは、ボイラーも含めて 150kg もあったが、ともかく1800メートルまで上昇し、方向転換も行っている。その後、電動モーター駆動などを経て、1888年には、ついに、ガソリンエンジン駆動の軟式飛行船が登場する。ドイツのカール・ベルフェルトが飛行させたもので、ダイムラーの単気筒2馬力のエンジンを搭載していた。 1901年には飛行家サントス・デューモンがエッフェル島周回飛行に成功している。ありがとうございます。